あれは砂防ダムだね。450m よったけど 4.5 キロの間違いない。植物を大切にしましょうって、ここは自然公園特別地域となっています。50万円の罰金だってよ。取ったらいけません。絶対450m じゃないだろう。あれ 4.5 キロの間違いじゃないか。ちっちゃい、ちっちゃい、これか。結構ちっちゃいな。急な坂場です。あそこに滝が見える。いいじゃないか。
ゆったりされてますね。あ、よいしょ。ストップ。いいですか。はいよ。いいですよ。動画ですよ。はい。おお。これは急だな。戦場時期っていうところか。嫁はもうあんなとこまで行ってます。もう行かれん？もうダメなの？そう、マジダメって書いてあった。通行止めになっとった。バス、バスの林道バスだと思う。うん、行けない。こことここはダメだな。残念ですが。あ？
じゃあ違うとこ行く。え？違うとこを探そう。立ち入り禁止。向こうからそこまで来れるんかな。U ターンしまーす。ダメだって。昔あったんだと思うよ。あの滝の名前を書いたのかなと思ったんや。そしたら違っとった。多分そこがね結構流されたかしたんだと思うよ。ここ新しいもん。邪魔。はい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 、待ってくださいよ。なんか言いたげ。鳥よね、鳥よ。ヒューヒューって。前も来てた。病気になってからこうなって。うん？でもさ、この先にさ。うん、この一段嫌なんだけど、うん、てか作った感じじゃない、うん、そんなことない。作った感じ、作ったんです。開けて建物じゃないもん。ほら、うん、どうかな。
これ獣道でさ。これは何でしょうか。じゃあ。ほらあそこなんか大きいやつが大きい。千畳敷のところ、あ、獅子岩橋、ここまで行けましたけど、ここからは行けてないので上から上の駐車場からどこまで行けるか分かりませんが行ってみましょう。でかいもみじ。ハロちゃん穴開けたね。将棋に穴開けたね。